シャッス、なんかです。今回は RPG を使ってチーデスやっていきたいと思います。久々のチーデスなんで気合が入りますね。気合が入るんでね、一発一発僕は強いですよ。まあね、この縛りプレイをやる上においてはね、まあ、確実に味方の迷惑にならないようにキル量1を保つというねことを念頭においてやりましょう。 OK。 おいおいおいでおいで、というかここで来るんじゃないぽい。イエーイ、同じ人。うわっ、やばい、あぶねえ。もうダメだ、ナイフ縛りになっちゃった。ナイフ縛りだよ。あんまとつらない方がねいいんですよ。なんでかっていうと出てくるから。ほら、あ、ナイス、いいね。イエーイ。あー、くそー装備変えてきたな。機銃から AR に変わってる、あの人。いやー、いいね。今回はいろいろね、面白いものを持ってきてるんでね。お、いや、マジか。わー、ジャケきついな、これ。大丈夫、問題ない。私のこの強いランチャーがあれば、あんなのひとたまりもないぜ。くっそー、難しい。ここさ、いや、いるよね。おっ、ぶな、怖いな。ちょっと待って、いや、待って。おー、前さ、125ポイント上げちゃったじゃねえの。てか200ポイントぐらい上げてるよ、あれは。まずいことしてしまったな。おー、ちょっと今回はもうね、味方さんメイン戦ってもらおう。僕はあの縁の下どころかもうね、力持ちになれればなるのか基礎になるのか分からんぐらいのレベルなんでね。もうここで張ってる人、やあ、えぐいわこれ。ちょっと残り、いや、キル比1保ちゃいいんだけど、これは厳しいな。ああ、もう死なねえのかよこれ。ああ、キルレ1がもうこれでチェックメイトか。くっそ、これ以上死ねねえな。大丈夫、うん、UAV 任せろ。あ、味方さん、ナイス。うわ、これか。うっそ、 OK、 玉砕だぜ。あぶねえ、キルヒッチギリギリ保ってるわ。スモークあったんだ、忘れてた。オッケー。わあ、くそ、ツイエフラジャケ。C4 2つでも死なねえか。くそ、 C4 ってどれぐらいの威力あるか自分知らなかったけど、やっぱりそんなに殺しまくるとかそういう感じじゃないんだね。直で当てろ。おっ、あー、きっつ、あれは無理。あー、もう積んだわ。オッケー、よれ、イエーイ、逃げろ。ええ、ちょっと待って、後ろ取られてたし。おお、さすが早い対応、ありがとうございます。いやー、なんとかキルヒッチ保ってるわ、本当に。いやー、これは奇跡ですね、本当。まさに奇跡。怖えーな、本当。あそこは本当にスモークだかないと前出れねえ。わあ、くそー、1の、やべえ、貯金があと1しかない。困ったなー、本当に。いやー、皆さん貯金してますか？大事ですよ、貯金は。貯金をしないとね、ライブ行くときにね、大変になっちゃいますよ。お金がなくなってたらライブも楽しめませんからね。あ、怖い。ここさ、本当に厳しいよ。爆発物でもまあまあいけますね、ほんと。あ、めちゃ接戦じゃねえかよ。1点ぐらいの接戦ってどんだ、マジで。あ、いた。後ろにいるんだよ、そこの人が。あっぶねえ、ほんとに。フラジャケの人には大盤振る舞いだな。
解き放たれた、おら。ちょっと待って待って、よいしょ。これはまずい、これはまずい、あぶねえ。帰ってきた。あー怖い。ここにいよ。角待ち。ナイファーになるわけがないだろう。突っ込むんだよ。ほら、突っ込めっつってんの。よしよし。あ、もうない。やばいやばいやばい。あ、ゆえび、あー、バレた。くっそー、ゆえびどこにあるんだよ。ゆえびはいいか。あー、これ勝ちて。ちょっと。あっぶね、あっぶね。めっちゃ狙われてるし。スモーク。待て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 っつってんだ。おらー、いけいけ、ラスト、あらっしゃー、勝った。おー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。最後この気合いのナイフがね、危ねえ危ねえ。というわけでね、今回は RPG と C4 というね、爆発物系装備の戦いでした。いやー、危なかったね。最後、俺殺されてたら戦犯だったわ。くれぐれもね、こんな変なことすることするときは、キルヒ1は保とうね、というね、最低限のルールを守って、もしや、まあ、やる方いないと思うんですけど、ね。まあ、フリフォだったらいくら死んでも構わないのでね、フリフォでもどうぞという感じで今回は終わりたいと思います。いや、久々にちょっと焦りました。はい、というわけで次回もかかってこーい。